ス、計算高いヒブリス、一体どんな試合を見せてくれるのか。それでは参りましょう。波動マイスター。ユニフォームのかっこよさはもうとっこいどっこいだったんで、はい、あとはスキルです。試合のスキルがどんくらいかなっていう。さあ、同じステータスです。1135のプレイヤーが真ん中に1人ずつ、両サイドが5221といったステータスとなっております。さあ、ヒブリスはさっきと違ってね、あの1135と、そうですね、1壁で来てます。はい、ヒブリスと帝国ペンギンって戦い方が似てて、うんうん、ほい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 、まあ、あのいやらしいんですよね。どっちともいやらしいタイミングで張るみたいな。そう、張るし、狙ってくるし、はい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 、壁の抜け際、割れ際、うーん、細かいところをしっかり見れますよね。さあ、ここでヒブリス3点。嫌なんですけど、はい、でも本当にまさにこう付き合いというか、やっぱ攻撃力が高いヒブリスが点伸ばしてますね、はい、伸ばしてますね。さあ、残り時間20秒、2点差、ここで点数を重ねていく。いや、ネガティブ選手も非常にエイム力高いので、ブルーサイド左側ですね、両チームともにエイム力が高いですが、帝国ペンギンも前に詰めていく。残り5秒、さあ取りたい、前に行きたい、あーすごい。さあ、ここで試合終了。